こんにちは。クリスマスの一時いかがお過ごしでしょうか。私25日のね、午後の昼下がりポストを見ると、来てましたね。幸福の科学さんがわざわざ私のところに来て、これをポストインしてくださいました。ま、ああの、本来でしたらね、ピンポンとしたいとこだったんだと思いますけども、そこはそれ、日程に気を使って今日は家族で過ごしてくださいって意味なんでしょうね。そっとポストに入れていただいたんじゃないかなというふうに、優しさを感じるわけですけども、まあ、それとは別にね、この宗教活動っていうのは、 こういった日も熱心にされてるんだろうなと思ったらね、まあご苦労様でございますとしか言いようがないかなと思います。まあ、私は幸福の科学に、うーん、入信するつもりは全くないんですけども、まあでもね、あの、いいことを言われたり、いいことをやってるところはちゃんと見てます。ただし、根本的には、まあ悪の組織に近いなと思いますんで、桑原ワ桑原ですね。まあ何をもって悪の組織とするかなんですけども、 まあ一つはですね、あの、信者さんからお金巻き上げすぎということじゃないかなと思います。まあ、払った方が納得してるんだからいいだろうというところもありますけども、まあ、いわゆる宗教の組織の中で、いわゆるね、同調圧力っていうので、寄付をお願いします。あなたいくらするのっていうふうな感じで、ぽっと寄付枠を出されるとね、例えばですけども、それはやっぱりね、なかなか、いや、僕は寄付をしない、そういうふうな主義ですからって言いにくいわけですよ。まあ、そういうところから始まって、 前回の寄付は20万ぐらいだったけど今回いくらぐらいいけそうみたいな感じで言われると今回はちょっとスルーでとか言いにくいですしそれからやっぱりね癖になるんですよね一回寄付するとねなんかいきなりしなくなったことが悪いみたいになっちゃうんですけどもやっぱりねあの寄付でなくて成り立つような形を取らなければ宗教ともいけないんじゃないかなと思いますま寄付したい人はしたいで自由なんですけどね うん、まあ、けどその風土が出来上がっちゃうのがもうあんまり私は好きではないかなと思います。それに寄付する人が素晴らしくって寄付しない人は信心が足りないとかねまあそういうもんではなくてお金を寄付しない代わりに信仰を強く持てばいいのかなと思いますし信仰が強いとお金を出せるみたいな単純なことではなくてね 信仰が弱い人はじゃあお金をたくさん払うべきなのかとかっていうことにもなりますから、うん、まあお金が集めないとできない宗教なんてまあねはめた方がいいかなと思いますねでこういった書籍とかも別にねお金がないんだったら作る必要ないしもっと言ったらこの書籍を作るためにお金を集めないといけないっていう風になっちゃうとまあそれは何をやってるのかなと思いますよつまり宗教活動じゃなくて商業活動になるわけですよ商業活動をして いいのか悪いのかっていうのはその宗教団体によるでしょうけどもとにかくこういったものを作って無料で配る裏にはその無料で配るために一方的に搾取したりとかねいわゆる寄付をせざるを得ないという環境ができるんじゃないかなと思うんですよですんで誰一人寄付をしないのに成り立っている宗教団体はこれは奇跡だと思いますよ私はそうあるべきなんじゃないかなと思いますしこの矛盾に回答できるのがまた神の力ではないかなと思うんですよ つまり人間の組織と同じようなことをやるんだったら別に神の組織じゃなくてもいいわけですよね。もう私がだからあもしね一歩踏み出して宗教というものに好意、えー、を抱くとしたらそこでしょうね。誰からもお金を集めてないのに成り立っている宗教団体。うん、教祖が莫大な金持ちなのか教祖が神とつながっていて規制を,を起こしているのかわからないけども誰にも自分のところの信者には寄付を要求しないし託圧に回ることも 厭わないという、ね、求めないといいいとううねね求めかほとんどの宗教団体はそれをやってるじゃないかってことがありますんでだからこそ差別化をする意味でね神の宗教は他の宗教とは違うようなあ組織の運営維持をしていればいいのかなと思いますけどどうでしょうかねはいまあいろんなことを勝手に申し上げましたけども、まあ、はっきり言ってよくわかんないんですよ。うんでなんか義務が生じるのは嫌ですね それが、どこどこの宗教の人っていう風なレッテルを貼れるのも嫌ですね。自分でそのレッテルを被るのも嫌ですしね。だから私は、どこにも属さない人間で、まだまだ痛い,いかなと思います。じゃあ、幸福の科学さん、どうお疲れ様でした。でも、ね、訪問してうとしたら皆さんのことは結構好きですよ。お疲れ様です。うん